DS PDS。 Hey guys、 今日とね、今日はね、豚汁作ったよ。えらい。減量中の時はね、自炊してたんですけど、終わってね、暴食しちゃって、そっから自炊あんましなくなったんですけどね、もう今日からもね、まあ、ちょっと自炊し始めました。イエイ。はい、やっぱね、店の飯ね、まずいんだよね。うん、自分で作った方がね、ヘルシーでね、もう何が入ってるかもわかるんで、安心。あ、シーは違うな。安心なんですよね。うん、だから親がね、今飯作ってくれてんだったらね、感謝しましょう。で、今日なんとね、3年前ぐらいにこれ覚えてますでしょうか？やりましたよね。で、このね、器具どこにあるか。まだあるんですよ。僕ね、物結構ね、取っとくんで、あるんですけど、ロールアイスのね、機械をね、欲しいなって思ったんですよ。けど、めっちゃ高いから、とりあえずこれね、これでやって、まだね、ロールアイスに需要があるんだったら買ってもいいかなって思いで、3年前すごいね、ロールアイス流行ってたけどね、もう流行りが一瞬で終わるからさ、困るよね。結構これがもうね、温まる前にやんないとダメですね。ではロールアイス作っていきましょう。5個ちょっと多いかわかんないけど。ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、もうすぐハロウィン、渋谷に来るな、ハッピーハロウィン。おー、気持ちいい。ここも凍ってるね、下。うん、ちょっと多いね。さあ、うまくいくか。ここね、冷たくなんない。ロールアイス。うん。ちょっとこれ冷凍しますか。なんか思ったように固まんない。はい、冷凍で冷やしてきました。チャンスタイムですよ、これ。いきます。おおお、来た来た来た。うまくいった、うまくいった。おはあ、すげえ。こんなうまくいったの初めて。嬉しいピーヨ、嬉しいピーヨ。あ、うまくいってる、うまくいってる。ちょっと盛り付けめっちゃ盛りさん中。あー、ちょっと崩れた。これ食います。うまそうだね。やばい、こんなうまくできたの初めてかも。3年前うまくできなかったんでね。うまい。ロールアイスの魅力って、あのスプーンでさ、硬いのってもう取るのめんどくさいじゃないですか。けどこれ全部が薄いから、口に入れてもね、うん、重くない。あっさりしてんだよね、ロールしてることによって。はい、って感じで、ロールプリンアイスめっちゃ美味しかったです。おじゃる丸にもね、食べさせたかったですね。はい、って感じで、この動画が伸びたらね、あの、業務用のやつをね、買おうか検討してるんで。そうだね。てか、これ冷凍庫入れないとさ、できないって不良品じゃん。悲しいよー。って感じで、ぜひみんなもロールしましょう。でよろしい？アディスユー。PDS 株式会社。チャンネル登録。よろしく、よろしく、よろしくよ。動画のグッドボタンもお願いしますよ。